皆さん、こんばんは。今回は、とあるアイテムを拾って入手できる、隠しアチーブメントをご紹介します。まずはこちらにワープします。煙火の宮の左の方です。滝の下に、剣が見えますね。これを拾います。次に稲妻のこちらにワープします。北西に向かいます。ここに刀塚があり、剣を使用することで、アチーブ入手となります。今回は以上となります。もしよかったら高評価チャンネル登録お願いします。それではご視聴ありがとうございました。オウム。